それが起きないのは一番いいの一番ですけどね探り合いもなく支配も起きずにこうさっと話で会えるみたいなのはいいですけど難しいとてもでも地元民だからといってそれなんかそのんだろうんだろうなその地元だからこそのんそのだろうコミュニケーションの癖みたいなのが多分あるじゃないですか,はい、はい、かそれ私は厚着に感じないんですけど<あ>特にそうなんだはい ババラバラっ感じ人それぞれぞなんかその比較対象になるものが分からないからコミュニケーションをずっとそれで取ってきたけれども<ー>じゃあそれ以外のスタイルって何なんだろうっていうのがないからそのスタイルの違いを認知できない自分たちの地元のああそっかうん なんだろうな単純に僕は変わっちゃっただけかもしれないですね。かもしれないですね。前はそうだったけど最近そうじゃないからそのギャップに、うん、久しぶり前のところにビフォーに戻ったら、うん、おえってなっちゃったみたいなやつかなおえって。疲れたえめっちゃ疲れたんですよなんか。めちゃくちゃ疲れた。<laughs> あんま言わないですけど多,多分久しぶりに会うから疲れるんじゃないですか、うん、その情報量が多い。<laughs> 久しぶりすぎると。どう そうですかね大したこと言ってなかったですよ <laughs> 大したこと言っってなかったとしてもそのなんだろうその言葉だけじゃないところにこ詰まってる情報量あ<ー>わかんないですけどなるほどねそれを処理しようとしてたのかなうん,うんそう だから、ね、地元愛が強い人とか、まあ、もしくは強いとかいう自覚がなくても、ナチュラルな地元愛を持ってて、とか、はい、まあ家族との関係とかも関係するかもしれないけど、その、すごい定期的に、こう、地元に帰ってる人とかって、どういう感じなんだろうって、それこそそっちがわかんなくて。ああ<ー>。極力帰りたくないみたいな感じですもんね。ま実家があるからとか、地元にまだ友達がいるからとか。 ねえねえねえそういう,、ね、どういう理由しかなくないですか、うん、ですよね。んかうん、だから、うん、でもその地元の祭りには行きたいなって思いますね。うん、思う思いますけど大概その期間に日本にいれないんでもうここ15年ぐらいその夏祭りに行けてないんですよ。んかそういうのは参加したいってすごく思います。それはどういうニュアンス意味合いですか、えー、なんかその 懐かしみたい。ああ。ありますよね。うん。っていうのがありますね。ね<え>、うん、僕それで書いたんですけど、全然懐かしくならなかったのがちょっと衝撃だったんですよ。<laughs> それはなんか病気じゃないですか <laughs>、うん、なんか <laughs>。なんかの病気。いや、病気かもしれない。うん、そうですよね。なんか。病気かもしれない。 全然ね、だって <laughs>、あの、同じ場所ですよ、祭りもね。はい、だから、確かにその時、その場所で、こういうことやってたな、みたいなあ、あるんですよ、うん、思い出として。<そ>なのに、種類がちょっと違うと、気持ちが思い出せない。例えば、その当時は、人に会ってたんですよ。はい、うん。あの、祭りでね。うん。うわ、あの人がいる、この人がいるっていう、いろんな友達がえるから、うん はい、その友達に会う楽しみと出店が出てる賑やかな感じっていう雰囲気、はい、これを多分思い出としてたんですよねうん、うん、でも出店があっても友達がいなかったらただのお祭りじゃん <laughs> 確かにそうだなうで山笠がね川を渡っていくっていうのは渡ってたんですよ、はい、僕の時ももちろん当然ね、はい、けどあんま当時それは見てなかった山笠を。 <で>それを見ても別に懐かしいと思えないみたいなむしろ初めてお祭りに来た人みたいになってて <laughs> わ顔当たってるなってむしろお祭りを楽しんだ感じになりましたね今回 <laughs> 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 あすごい迫力あるなってこんな感じだったんだみたいな、うん、お懐かしいというよりは初めてお祭りに来た人みたいな、うん、感じの観光客みたいな感じた <laughs> 結局なんか人に依存してたじゃないですかだいぶ。 だいぶうんだからそのその時会った友達も4人ぐらいで多分その友達も特にそ,のそこまで仲良くなかった友達だったんですかいやそれがねめちゃくちゃ仲良かったんですよええめちゃくちゃ仲良かったんですよ <laughs> もう小学校からね高校まで一緒でなんならその一番仲良かったぐらいの人だったんですよね<え> <laughs> なのに疲れたんですかそうなんでしょうねいやなんかそれな全然嫌いとかじゃないんですよあの好きですよ、はい、でも、うん 疲れた。<laughs> <laughs> もういいかなってなんか感じにん。いいかなってのは、そんな合わなくてもいいかな、うん、みたいな。確かにえ。でもその人たちは昔から何にも変わってないって感じなんですかおおむね変わってない。概ね変わってない。高校生は一緒って感じですね。うん。なんかその、大,大学も結構地元。 東の大学に行ったんですよ。はい、まあ、まあ、次じゃないですけど、まあ、隣町なんですけど。はい、で、その大学の友達とは結構一年に一回ぐらい会ってたんですよ。で、なんかその友達がある会社に就職してから、うんうん、だいぶコミュニケーション取り方が変わったんですよ。あはいはい。その、まあ、保険屋さんなんですけど。はい、なんか。喋り方変わりますよね。 そうコミュニケーションの取り方がそのビジネスマンみたいなコミュニケーションの取り方になってプライベートの空間で一緒に話してるだけなのに <laughs>、うん、もそこからこの人はちょっと無理って思うようになったりとかっていうのはありました、うん、経験としては<ー>変わってしまったがゆえにだめになっちゃっただめ、ね、になるパターンとか結構ありました地元の人それで言うとやっぱ僕が変わっちゃってるな多分そうですねねえねえうんうん 別に保険屋さんみたいな喋り方はしないですけど <laughs> その価値観というかコミュニケーションのスタイルみたいなのがかなり変わっちゃったのかもしれない。うん、あ、それだな。うん。うん、そこはあるかもしれないですねその、うん。保険屋さんのコミュニケーション取り方もなんかそ,そこに感情がなくては無理と思うぐらいだったんで。うん,うん。うん、地元からちょっと微妙に離れますけど、あの、うん、僕その。 高校からバンドをずっとしてて20代半ばぐらいまではがっつりやって今も趣味程度にやってるみたいな感じでもうすごい長くバンドやってるんですよねでもうライブハウスに入り浸ってたわけですよ16ぐらいから25ぐらいの10年間、はいうん、ならライブハウスでバイトもしてたし、うん、ライブもしてるしって感じでほんとすごいもう生活のもう一部って、うん、そこに住んでるみたいな感じです、ね、そうそうだからライブハウス独特のその、うん なんていうのコミュニティ感というか、まあうん、閉鎖感というかはい、はい、あるわけですけども、うん、その中にいたんですよね、うん、今もうそれがしんどいですよ<ー>めちゃくちゃしんどいですよ今回ねお祭り夕方まで行って夕方から友達のライブがあると、はい、地元のね、うんうん、だから見に行こうかということで行ったわけですよ、まあ、そこはライブハウスじゃなかったんですけど、うん、うどん屋さん呼んだったんですけど、うん うどん屋さんを閉めてうどんん屋さ閉めてその日貸し切りでライブをやってるんだけどもうライブハウスみたいになってるんですようどん屋とは到底思えないライブハウス化しててで来てるお客さんの層とかもライブハウスっぽい感じでこれもう紛れもなくライブハウスだと思って吐き気を催したっていうやつがあったんですよねなんかその感じも多分僕変わっちゃったからなんでしょうね居心地の悪さみたいなのがすごい感じでうんうん みんんなないい人なんですよその嫌な人たちがいるから吐き気がしたとかじゃなくて、はいうん、なんかこの耐えられないみたいなライブハウスの感じみたいな、ねうんうん、そういうのはあるかもな私もんか自分がやっぱ変わっちゃうとそのなんだろう拒否反応をなんか自然と起こすものが結構出てくるなっていう昔は別にこれ嫌って思う感覚なかったのに今になったらあこれ嫌だなって って思ってる自分がいるとかっていうのがなんかたまにあったりするんですよねうん、うん、具体的に思い出せないんですけどうんだからねからそれって結局自分が変わったからそう思ってしまうっていうかそう感じてしまう、うん、そうですよねうんところだと思うのでだからそういうところで自分に変化が生じたことがわかるじゃないですかわかるうん、うん なんかね、うん、この気持ちがねだからこのその日にいろんなこう、うん、違和感その自分自身が変わってしまったということは多分理由だと思うんですけど、うん、地元に対する地元に対するじゃないな、うん、地元のコミュニケーションスタイルに対する違和感であるとか自分が入り浸ってたライブハウスのノリみたいなのに対する違和感とか感じで距離を取ってきたんだと思うんだけど結局それをまたパッと摂取した時に。 強烈に生じるその違和感みたいなのがじゃあ。嫌ってる方つ、そうじゃないみたいなのがまた警察なんですよ。わかります。わかります。嫌いだったら、話早いじゃないですか。話早い。嫌いなんですよね。とか、もうライブハウス嫌いなんですよ。でいいんだけど。嫌いじゃないからさ。なんなら、ライブハウスで育ってきたみたいな、こう、やっぱジムもあるんで。だから、タガで育ってきたっていうジムもあるから。あの、とても。まあ、大事な場所というか、まあ、カルチャーとして残ってほしいな、ってそう思っている。のに。 なんか自分自身はそこにこうもう吐き気と言っても過言ではないレベルの、うん、もうちょっと無理だなって友達のライブ以外僕も見れなくて外外の中あるあ<ー>なんていう駐車場にいましたんそんなにですかそう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 それだいぶですねやっぱ病気なんじゃないですか何かで見てもらったらいいんですか <laughs> 何かでしょうこれ。 皮膚科の気がします皮膚ですかもう空気で、うん、皮膚レベルで多分感じちゃってると思うんですよその空空気のそのエネルギーレベルをはい <laughs> ちょっとこれ肺 <laughs> 毛レベルでだから皮膚科じゃないかなって思います皮の先生にちょっと相談してみますね <laughs> 地元帰ったらちょっと余裕感があるんですけどっつって <laughs> <laughs> それは多分皮膚から来てると思いますいやそのレベルですよね身体的に来てますもんね、はい、なんかねはい そうなんですよこのニュアンスがね、なんかうまく伝わってほしいんですよね、うんあの、嫌いじゃないんですよ、ディスってるわけじゃないんですよ、むしろリスペクトしてる、うん、けど、僕自身に生じるこの違和感みたいなのが、なん、はい、なんだ、みたいになってるっていうやつ、うん。いいと思いますよ、なんか、だってそれ、自分自身が変化してる証ですから。はい 価値観も変わってるし、感じ方も変わってるってことはちゃんと成長してるってことだと思います。今ガッツポーズしましたね。ポッドキャストで伝わらなくてもガッツポーズしました。いいこと言ったみたいななんかガッツポーズしましたけど。え <laughs>、うん、でもそうですよね。実際そのような側面がありますね。うん、変化していってると。はい、うん。確かにな。 うん、んかそういう感覚って自分自身で楽しむものだと思う、思ってるので。本当になんかこれをシェアしようとしてもやっぱ伝わらないじゃないですか、感覚の部分って。そう、伝わらない。うん、地元ディスってるみたいに見られるからね。うん、そう本当は良くないけど、ここの番組だから喋りましたけど。え、これ地元名聞いてないんですか <laughs> えー、聞いてるかもしれないですけど、<laughs> 結構ね、長里さんもこうね、<laughs> リスクを犯していろいろ話してやるか。僕もちょっとね。リスクを犯して話していかないといけないなと思って。思ってますよ。はい。ま間違ってもね本当にその嫌いじゃないんですよね。そこそんな否定しなくても大丈夫ですよ。嫌いなんだってことは伝わってこないですか。あよかったよかった。あのむしろね違和感を感じててなんかちょちょっと違うなっていう。 で地元への愛はないけれどもそのなんか香川人としての誇りは持ってるみたいなそうですね、うん、愛はないちょっと声があるけど、うん、まあまあその好きとかそんなんじゃないって感じですかね <laughs>、うん、そうですねはい愛はありますよ、うん、はい応援しますよ地元のこととてもね、はい、しなんかねその長里さんみたいにこう還元できるものがあったらいいですけど雑貨教室を作るとかそ,、うん、それがなかなか今のところ僕ないんで、まあ、もう少しこううん 還元できる何かがでそこができたらもうちょっとつながりを感じられるんじゃないですかえ、でもその地元のコミュニケーションにこうスタイルに中に入っていかないといけないでしょ <laughs> 還元するにあたって<でも> <laughs> それは多分その友達だけなんじゃないですかわかんないですけどうんどうかな <laughs> 結構ねメインストリームな気がしますよああそうなんだ、はい、大きくね まあ4パターンあって地元のコミュニケーションに、はい、1>, 1つはそのさっき言ったみたいな主導権を握るコミュニケーションがえっとね面白いことを言おうとしてそう取っていくってパターンが1つなんですよほう、はい、でもう1つが脅すってやつなんですよねええ怖いからみんな暴力的な町だから攻撃的なことを言って俺の方が上だぞっていうことを示すっていうその そ強さで主導権を握ってね、ので、はいはい、脅すっていうのが2つ目あるんです。はい、で3つ目がどっかすると真人間というかねちゃんとした人たちがいる,いるんだけどその人たちは、はい、えっとね存在感を消してる田川では。なぜならそういうコミュニケーションがその今言った2つの派閥が基本的には6割とかなんですよ。 感覚的にはどううだろまあでもこう支配率で言うと6から7割ぐらい支配してる感じなんでもう3番目のいわゆる普通の人は変だけどその特に攻撃的でもなければめちゃくちゃ前に出るコミュニケーションをしない感じの人たちっていうのはまあいますと。でその他でこうもうどこともコミュニケーション取るのが難しくてなじめないって人はいるっていう。 やつかなとと思うんで割とねメインストリーム不良か,そなんか笑いで主導権取るかっていう、うん、この2つがし主流なんですよ今は知らないですよ<あ>僕の時はそれが主流だった今は知らないああ、うん、で今どうなってるのか気になりますねその学生の中高生の人たちがどういう、ね、スタイルを取ってるのかっていうのが田、ねね、川においてねお祭りで見た感じはねすごい爽やかだったですけどね、うん、でも不良いないんですか 爽やかでしたよでも聞く話によると最近治安が貸してるとも聞くんですよ。学級崩壊どこも起こってったみたいな。<laughs> えぇ、ーうん。もう北斗の件みたいになってますよっていうことはよく聞くんで。田舎っぽい。いやめね田舎の不良ってそんな感じですよ。そう、だから夜のお祭りに行ったらもしかしたら、うん、すごい治安悪かったかもしれないあ、いるかもしれないです、ね。お昼だったんで、子連れの方とかがたくさんいて、平和な感じですよね、うん。確かに。はいはい。うんうんまああ、ですね。なんでこのちょっと複雑な思いをただ。 共有するという回でした <laughs> 特にどこに着地するわけでもないんですけどけ <laughs> あのはいちょっとねこれはねなんかまだ消化しきれてないんですよねまあもう少し帰ったらいいんじゃないですか地元にもうちょい頻繁にえっと <laughs> <laughs> えっとそしたら多分もう少し咀嚼できる気がしますねはい、はい、できるかなはい、はい かりましたちょっと皮膚科の方を先に行きたいと思います <laughs> <laughs> 皮膚科優先で皮膚科に行って診断を受けてからもう一度はい、うん、診断書を持って地元に帰っていきたいと思います、はいはい、ありがとうございます <laughs> 番組のご意見ご感想こんなテーマで話してほしいなど「<laughs> ハッシュタグソフレ」をつけて是非 X にポストをしていただけると嬉しいですそれではまた来週さようならさようなら